カードは拾った。どうもゆっくりです。未だに秋イベントですが、しばらくお付き合いください。ということで、今回も飯野さんです。今回でしっかり終わらせますよ。よくよく考えると前回、ゲージ 15% ぐらいしか削れてなかったのね。さて、今回もハイパー並列進行でいきますかね。あ、ちなみに次回から、ざっくりばっさりめったりカットします。それでも前編後編になりそうな気もするけど。とりあえず目標としては、3月までにアルペジオイベントまでの動画の編集を終わらせる方向で。さて、ボス到達しましたね。背景何もなくなると寂しいので、ボスはそのままのサイズで流します。制空権は相変わらず流星、と。右上が邪魔でボスが見えないな。そういえば今回、透過処理でいいのかな。ちょっと後ろが透けるようにしてみました。一発で落ちないからってのもあるとは思いますが、やっぱり期間が残りやすいですね。まあでも、到達さえできれば、余裕そうです。時々野戦入りするかもしれませんが。さーて、あと何回かかるかわかりませんが、今回の2000目、E3 トータルで5000目行ってみましょう。さて、これって上と下どっちが楽なのかな？ソレルルートの少なさでは上の方が良さげですが。まあそのあたりは羅針盤さんのご機嫌次第ですかね。とりあえず今回は上ルートですね。この形式面白いんですけど、次の進路が表示される関係上、撤退するかしないかが分かっちゃうんですよね。あ、動画の残り時間で判断するとか、そういうネタ読みはやめてとか言ってる間に、なんかよくわからない進路取ってますね。これが、阿弥陀くじ。戦闘回数増えるのは撤退のリスクが大きくなるので怖いですね。あと動画の時間が長く。なんでもないです。これジグザグで行った挙句吉を部屋行かされたら辛いですよね。クラブじゃないですよ。はい、クラブじゃない発言含めてクラブだとっか読みした方は残念でした。そういえばこの秋のイベントは、飯野さんでも開幕のボスの会話がないみたいですね。おっと。開幕で損傷が出ましたね。大丈夫かな？駆逐艦ですら体力45もあるので、砲撃戦ではハイパーの2人で落とすのは難しいですね。開幕で極力数を絞るか、一撃圏内に持っていけるといいんですが。あれ、なんでこの時追撃しなかったんだろ？まあいいか。まあ、プレイ中に勘違いとかもよくあるので、ほっとくとして。え？今回極端に早いって？気のせいですよ。気のせいですよきっと。しかも分割演出してないじゃないかって？嫌だなぁ。お察しください。はい、ということで初戦でズホちゃん攻撃不能になったのでさすがに帰ります。まあたまにはああいう一発撤退もありますよね。確率論の問題です。気を取り直していきましょう。ところでなんで二神さんキラキラついてるんだろう？ MVP 連発してたとかかな。1の1で運勢用にキラキラ付けたまにするんですが、あれやってる感じだと、MVP1 回で出撃の疲労とトントンで、2回ならプラスになってキラキラがつくって感じっぽいですね。あと期間の方が疲労がちょっと少なめなのかな。あとキラキラでも戦闘1回で取れたり取れなかったりすることを考えると、キラキラの深さみたいなのがあるんですかね。だいたい1の1を3回ぐらいまで効果あるってどこかで聞いた気がしますが。そういえば前回、丁寧な米返しに定評のあるゆっくり、というタグをつけてくださった方がいて、嬉しかったので思わずタグロックしたんですよ。その割には米返しの頻度少なくて申し訳ないなぁ、とも思ったわけですが、動画の尺とのバランスもありますが、大体は7、8回に1回ぐらいできればいいかなぁと思ってます。そして今気づきましたが、実は前回と今回合わせて1本にできたのではないか説。分割倍速が思ったより進行速度早かった。まあ、やっちゃったぜ。ってことで許してくださいマソップ。とか言ってたら姫が大井さんにマソップされました。定時的に高2回合金でギリギリかな？とりあえずあと何戦で突破できるかという定められた運命は置いといて、ガンガン出撃しましょう。さて、そろそろカンコレと関係ない話しますかね。前回の動画説明文にも書きましたが、年末にスマホ新しくしたので、パズドラ始めたんですよ。昔のやつはアンドロイドバージョンが足りなくってできなかったので。でもって、今ランク80ぐらいなのですが、なかなか進められませんね。
難しいところ行こうとすると、フレンドのリーダースキルがないとクリアできないので、挑戦回数そのものが稼げません。一応ちょっぴり課金して、1月半ばのゴッドフェスで代行者メタトロンというのを引いたので、今は回復パーティーをメインにやってます。あとはイザナギと赤オギンが引いた中では当たり？だと弟に言われたので、神パーティーも組むかもしれません。今はコスト足りないので無理ですが。皆さんフレンド募集とかどうしてるんでしょうね。冒険者から自分のパーティーに合った人探すの大変そうだし。ちなみに今は聖者の墓、真相を突破したあたりで止まってます。一撃でやられる敵が出てくるので、ちょっとレベル上げようかなってところですね。相変わらずレベル上げてゴリ押ししてるのかって？はい、そうです。単純にチーム編成が悪いのかもしれませんけどねー。そんなこと言ってる間に野戦ですよ。キルだけで落としきるのはちょっと辛いですかね。でも、正規戦艦入れない形だと、現状これがベストなので、このまま行きましょう。とまあ、いい加減関係ない話やめないと怒られるかな？実況しましょう実況。相変わらず北上さんキラキラですが、なんでだろ？動画見返してもそこまで極端には MVP 取ってないんだけどな。まあ、キラキラついてるに越したことはないんでいいですけどね。ゲージを見る限りでは、あとは合金させればなんとか落とせそうですね。1回で 20% だから大丈夫。だよね。ゆっくりだからもう結末わかってんだろって言った方、今からマリサがマスパぶっ放しに行きますのでご注意ください。お、いいのかレイム、やっちまって。いいわ。行ってちょうだい。よっしゃ、行ってくるので。ということでマリサが向かいましたので、決して捕獲してあんなことやこんなことをしようとしないように。そう、エロ同人みたいに、エロ同人みたいに。つなぎが強引すぎるって？知ってます。一回行ってみたかったんです。そんなこと言ってる間にボス戦ですね。マックの時よりゲージの赤線が短い気がするのは気のせいでしょうか？この長さなら落とせば確実でしょうね。落とせば。でも映像が3倍速のままなんですよね。あ、等倍速になった。でもまだ消波だけどいけるの？あ、野戦行くのかな？さすがに加賀さんでも姫をワンパンでってのは無理だよね。無理だよね。あ、空母落ちなかった。そして加賀さんは空母に一直線ですね。火力的には加賀さんに姫狙って欲しかったのだけど。まだ100以上あるしこれは野戦だのみですかね。あ？いやはや、2隻分とはいえ、姫相手に160とか出るんですね。ハイパーズ恐るべし。ともあれこれでEの3やっとこクリアですね。トータル9戦でした。それではお待ちかねの報酬タイム。まずは特注家具職人。このあたりを購入しない組には嬉しいです。まあラストエリクサーと同じで延々と使えないのがウプ主ですが。続いて応急修理女神と応急修理要員ですが、今まで一つも消費してないんですよね。3の2で装備したっきりです。これから先使うとしたら、どこだろう？まあ使わないに越したことはない類のものですね。最後に強い魚雷。これは後で来た神さんに乗せときますかね。もともとの火力が高いので無理に乗せる必要もない気がしますが。そして、アンアンキシムサウン。違ったアイアンボトムサウンドが解放されたところで攻略はここまで。この後は今回のイベントでここまでにドロップした未登場の艦の紹介です。あ、報酬のお二人はすでに紹介済みなので、ドロップのみです。E の1では新規なかったので E の2からです。長月だ。駆逐艦と侮るなよ。役に立つはずだ。侮りませんよ。駆逐艦には駆逐艦にしかこなせない役割がありますから。さてお次も E2 です。むつきです。張り切って参りましょう。参りましょう。なんかこの編集した気がすると思ったら、そういえば1回データ吹っ飛んだんでした。最後に E3 から1人。はーい、絹笠さんの登場よ。青葉ともども、よろしくね。青葉さんはいいのにで活躍してましたよ。こちらこそよろしくね。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。やめて、色づき深海の野戦火力で艦娘たちを大破させられたら、ゲージ回復と必死で戦ってるウプ主の精神まで燃え尽きちゃう。お願い、死なないでウプ主。あんたが今ここで倒れたら、羅針盤やエラー猫との約束はどうなっちゃうの？
資材はまだ残ってる。ここを耐えればいいの4に勝てるんだから。次回、城之内シス。デュエルスタンバイ。